姫構造は、桑花構造属の落葉低木。和紙の原料としても使われている構造は、本種とカジの木の雑種である。樹高は2から5メートルほどになる。枝はややつる性となるが、茎は直立する。葉は枝に誤生し、長さ0.5から1センチメートルほどの傭兵を、持ち難毛が生える。葉の形は歪んだ乱形後乱形で、時に桑の葉のように2から3辺に、 心列する。葉針の長さ4から10センチメートル、幅2から5センチメートル、基部は歪んだ円形、または鋭い形で、先はお嬢に長く尖る。葉の円は鈍挙子があり、表面には短毛があり、裏面の葉脈には荒い毛がある。下記は4から5月、私有同種で、新枝の下部の葉液に、お花女、上部の葉液に、目花な女をつける。おば女は、 径 1, 計1センチメートルほどの球場、メバナジョは径4ミリメートルほどの球場で、メバナジョには赤紫色の長さ5ミリメートルほどの糸状の下中を多数つける。柿は7から8月で径1 5センチメートルほどの赤熟した球状の集合下をつける。日本では本州の岩手県以南、四国、九州に東アジアでは朝鮮半島、中国中南部に分布し、 低山地の林園に自生する。ありがとうございます。